ハンス・シュパイデルは、ドイツの軍人。第一次世界大戦、第二次世界大戦に従軍。戦後は、北、大西洋条約機構で、中央ヨーロッパ陸軍総司令官を務めた。兄に、航空兵大将のビルヘルム・シュパイデルがいる。森林学者、エミール・シュパイデルの息子として、ビュルテンベルク王国メッツィンゲンに生まれる。1914年に第一次世界大戦が、 勃発すると、11月に借り、アビトゥアに合格して陸軍に志願。第123カール国王敵団兵連隊に配属され、翌年少尉に任官。フランドル、ソンム、カンブレーでの戦いに従軍。第1級、第2級鉄十字章ビュルテンベルク軍事功労勲章を受章。終戦後も軍に残り、職業軍人となる。1923年から、 ベルリン大学、中ンゲン大学、シュトットガルトで歴史学と経済学を学び、1925年に博士号を取得。1925年に中尉に昇進。軍務の傍ら軍事学を研究して、シャルルド・ゴールの剣の葉などを研究。1932年に大尉に昇進。1930年から1933年まで参謀教育を受け。 1933年10月に、パリ駐在のドイツ大使館で、駐在部官補に任命される。1936年末、陸軍総司令部西方外国軍科課長に就任。1937年、第33不評師団作戦部長に補えされる。大西洋防壁建設を視察する出版デルト、ロンメルゲン水。 第二次世界大戦の勃発とともに、シュパイデルの師団は、西方防壁に配置された。1940年の西方戦役に従軍し、フランス降伏後の8月1日に、中仏ドイツ軍司令部参謀長に就任。1941年、大佐に昇進。1942年に、東部戦線の第五軍団参謀長に移動となる。 1943年に少々に昇進後、南方軍集団参謀長。1944年1月1日、中将に昇進。同年4月、西部戦線の B 軍集団参謀長に移動。B 軍集団司令官、エルビン・ロンメル元帥をヒトラー暗殺計画に引き込もうと画策した。ロンメルが負傷して後任にギュンター・フォン・クルーゲが、 着任すると、シュパイデルはクルーゲも反ナチス抵抗運動に誘った。ヒトラー暗殺作戦が失敗し、権威をかけられたクルーゲが自殺すると、9月7日にシュパイデルもゲシュタポに逮捕され投獄された。しかしヨーゼフ・ディートリヒが国家法案本部に圧をかけてまでシュパイデルを釈放させたため起訴もされなかった。西ドイツ国防省テオドール・ブランクから事例を交付されるシュパイデルと、 アドルフ・ホイジンガー終戦時にフランス軍によりドイツ国防軍の監獄から解放される。連合軍から釈放された失敗デルは学問の道に展示。1947年に中便現大学で講義を受け持っている。さらに1949年に第二次世界大戦の戦士に関する著作を出版。1950年西ドイツ首相コンラート・アデナワーの軍事部門の 補佐官となり、ヒンメローと覚え書きの作成に関与。1951年に、ブランク機関に就職し、ドイツ再軍備の準備に従事。1951年から1954年まで、欧州防衛共同体結成会議での、西ドイツ代表を務める。1954年から翌年にかけて、NATO 加盟交渉で西ドイツ側代表を務める。 1955年の西ドイツ再軍備と共に国防省統合軍局長に就任し、ドイツ連邦軍中将となる。1957年、大将に昇進。1957年から1963年まで、NATO の欧州連合軍、中央連合部隊司令官として、パリフォンテーヌブロー宮殿の司令部にあり、ドイツ連邦軍の NATO への組み込みに意を砕いた。 フランスの独自路線を追求するフランス大統領、シャルル・ド・ゴールと対立し、その圧力により1963年に更迭された。1964年に連邦軍を退役し、ドイツ政策財団国際安全保障研究所、総裁に選出された。1972年、故郷メッツンゲンの名誉市民。1984年にバート・ホネフで死去した。 その死後ブルフ・フザールにあるドイツ連邦軍兵舎はシュパイデルにちなんでゼネラルドクター・スプイードル・ケイスンと解消された。ありがとうございます。